Hey, what's up? 山本です。私は今関西空港に来ております。本日は12月5日になります。取って出しの動画です。皆さん今日何の日かご存知でしょうか。それが今日お届けする動画です。本日お届けする動画ですが、今日から関西空港の国際線の一部のエリアがリニューアルしますので、リニューアル後どうなったのか、ここを中心にお届けしたいと思います。このチャンネルでは世界70カ国以上訪問経験の元 V リーガー私山本が旅の情報、フライトレビューなどをお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ちなみに今回のリニューアルはまだまだ続きます。一部のリニューアルになりますので、メインは出国審査場並びに免税店、ここがリニューアルされるということでした。国際線の第一段階のリニューアルオープンが今日ということでした。セレモニーも11時からあったりだとか、どんな様子なんでしょうか。今回の改装に伴いまして、ウォークスルー型の免税店になったりだとか、いろいろ周遊しながら先に進めるみたいな、よく海外の空港ではあったりするんですよね。日本ではあんまりないんですけれども、そういうふうな免税店になったりだとか。そして今日の動画ではフライトレビューの部分はお届けいたしません。国際線乗ります、先ほど撮りました。なので別動画で忘れた頃にあげると思いますので、皆さん僕がどこの航空会社のどの便に乗るのか予想しながらこの動画ご覧いただけるとありがたいです。それでは早速ですが、チェックインしに行きましょうか。もちろんチェックインしないと今回のリニューアルの様子1ミリも見ることができません。以前は国内線のリニューアル、2022年の10月の下旬かな、冬ダイヤの初日に国内線リニューアルした際も、国内線確か ANA かな、 ANA か何かの札幌行きに乗ったような記憶あるんですけども、実際乗らないと見えない部分もありますので、まずは第一ターミナル向かいましょうか。そして私がどうやって関西空港まで来たのかっていうフライトレビューの動画に関しても、皆さんが忘れた頃にお届けいたしますので、ぜひご確認くださいませ。この後ターミナルビル向かうんですけども、今更ですけども初めて知ったわ、国内線まっすぐ、国際線両サイド、こういう表示あったんですね。知らんかった、まあ、もちろん真ん中から行くこともできるんですけども、現在エレベーターが工事中なんですよね、ここの。なのでこっち側から国際線を回れっていうことかな。なので最近変わったんでしょうね。それではターミナルビル来ます。こっちから行ってみようかな。今回の航空会社どこチェックインカウンター使ってるか分かんないけど、自分のイメージはこっち側です。ターミナルビルの中入りました。やはりこっちの方が行きやすいね。直通のエスカレーターがあります。真ん中から進むと今エレベーターが工事中ですし、エスカレーター使っても3階に行ってからまた別のエスカレーターに乗り換えって感じなので、若干めんどくさいんですよね。なのであの看板の表示通り両サイドから行った方が国際線のチェックインカウンターには行きやすいですね。あとは551蓬莱さん、めちゃくちゃ並んどる。国内線の方のレストランもだいぶ変わってきておりますので、ここの部分本当に関西空港日々変わっていってるなっていう実感があります。ちょうどあそこにお花が飾られてるんですよね。おそらく今日のリニューアルオープンの記念したお花ではないかなと思います。そしてあのお花があるエリアをこうぐるっと回っていく形になりますので、もう一度言いますが、真ん中の動線、関西空港の駅降りてまっすぐ進むとちょっと遠回りになりますので、やはり両サイドから行った方が国際線は今行きやすい状況になっております。それでは4階到着いたしました。正面エレベーターの工事しておりますので、これが完成すると動線はまただいぶ楽にはなると思います。保安検査、出国審査完了しました。出国審査場も今変わりました。今までは両サイドの保安検査場を降りて近いところに2箇所あったんですけど、今もう1箇所に集約されております。そして出国審査出た後は搭乗口向かうんですけども、ここに両替所があるんですけども、ここが最後の両替所らしいです。この後下に降りるんですけども、おそらくここを降りたところからウォークスルー型の免税店が続いてるんじゃないかなっていう気がするんですよね。下着くと、あ、だいぶ違う、ここから違うもん。キックスデューティーフリーって書いてて、あ、これはすごいね。おお、花もいっぱいございます。ウォークスルー型の免税店ということで、今ここにいるんですけど、こう行って搭乗口の方に抜けていくみたいなので、まあ、言い方変えれば必ず免税店の横を通らなきゃいけないという動線に今後は変わってしまいます。なので今まであったあのエリアってどうなるんでしょうね。保安検査、出国審査出てすぐのあのエリア、なんだかすごく変わったので、変わりすぎて今自分びっくりしてるんですよね。まずはどんなお店あるのか紹介していきましょうか。まず最初は、あ、パフュームとコスメコーナーですね。なので香水と化粧品、タバコ、お酒、あとは日本らしいもの、
こういう流れになってるみたいです。あとはフロアマップ QR コード読み込んで確認することもできるみたいです。全然違う、なんだろう、伊丹空港の国内線がリニューアルした時以上の変わり映えといいますか、変わった感じが、あ、全然違う、もう一回言いますね、全然違う。もう今化粧品であったり、あとは香水コーナーなんですけれども、もう後ろの雰囲気で分かりますよね、全然違う。あとお客さんもいっぱいですし、なんですか、ゲストの方っていうのかな、乗客じゃない関係者の方もかなり多くいるなっていう感じがします。なんだろう、日本じゃない、ここ今まで見たことないですもん、こういうの。全然違うんですけども、おお、すごいね。まだ化粧品だとか香水コーナー続いてまして、その奥がタバコですね。左側今タバココーナー、あとはお酒コーナー、レジ待ち、やばい、めちゃくちゃ並んでる。ちょっと人が多すぎるので、どこか落ち着いたタイミングでまたここ戻っていきたいなと思います。今日登場までまだ時間いっぱいあります。ただいまより関西国際空港第一ターミナルビルリノベーション工事新国際線出国エリアオープン記念セレモニーを開催いたします。さて本日関西エアポート株式会社はリノベーション工事中の関西国際空港第一ターミナルビルの新国際線出国エリアをオープンすることができました。南北にあった出国審査場を中央に集約、スムーズな手続きが可能になっただけでなく、温かみがあり日本らしさを感じられる空間に生まれ変わりました。出国後のエリアには国内最大規模となるおよそ2500平米のウォークスルー型の免税店のほか、新たなコンセプトとなる中央のプラザエリアと4つのムードエリアを展開、ご利用のお客様に新たな旅の経験をご提供いたします。でははじめに主催者を代表いたしまして、関西エアポート株式会社代表取締役社長 CEO 山谷義行よりご挨拶を申し上げます。皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました関西エアポートの山谷義行でございます。今日は関西国際空港新国際線出国エリアのオープンに多数の皆様がお集めいただきまして、心より御礼申し上げます。ありがとうございます。放送から6年半、そして着工から2年半を経過しまして、ようやくフェーズ2が終了いたしまして、今日皆様に新しい出国エリアをお披露目することができました。今後とも皆様のご協力をよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。続きまして、関西エアポート株式会社代表取締役副社長コー CEO 宇野有呂よりご挨拶を申し上げます。有呂副社長、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。 I believe that today is the biggest milestone in the development of KIX and of Kansai Airports. Today we are making a dream come true. 本日という日は関西国際空港、そして関西エアポートの発展の旅路において最大級の節目だと考えております。This new immigration and international area are at the heart of a passenger's journey, a place where our passengers can relax and enjoy the taste of Kansai before going on to their flights. この新しい国際線の出国エリアと商業エリアは、旅客の皆様の道のりの中で中核を占める部分であります。旅客の皆様が航空機にご搭乗いただく前にくつろいで関西らしさを楽しんでいただける場所となっております。 I would like to warmly thank all of you and congratulate you for this wonderful day. Thank you very much. 皆様に心よりお礼を申し上げ、また共にこの素晴らしい時を共に祝いたいと思っております。誠にありがとうございました。では続きまして、来賓者のご挨拶に移らせていただきます。泉州市町関西国際空港推進協議会会長、
阪南市長水野健二様よりご挨拶を頂戴いたします。改めましておはようございます。先週新町関西国際空港推進協議会を代表いたしまして、ご挨拶を申し上げたいというふうに思います。新国際線のエリア、オープニングセレモニーということで、このようにですね盛大に催されておられますことを心よりお喜びを申し上げます。先頭に立って、この日を迎えられました山谷社長様、ルロアリュロ社長様おめでとうございます。関係者の皆様にも改めて、御礼を申し上げます。ありがとうございます。まさしくですねこの関空から、世界に飛び立とうとする人、そして世界に変えられる人が優しさと喜びと大きな夢を宿泊されるその場所であるということを確信をしております。これからますます、関空協とともに関空が大きく発展をしていくことを期待をし、またしっかりとそういう取り組みをしていくことをお約束を改めていたしまして、本日の、呼んでいただきましたことに対してのお礼とお祝いの言葉とさせていただきます。本当におめでとうございます。水野様ありがとうございました。皆様ただいまより新国際出国エリアのオープンを記念いたしましてテープカットを取り行います。さあそれでは参りましょう。関西国際空港第一ターミナルビルリノベーション工事新国際線出国エリアオープンを記念いたしましてテープカットを取り行います。3、2、1どうぞ。ただいま華々しくテープカットが取り行われました。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さあそれではご講談をお願いをいたします。以上をもちまして関西国際空港第一ターミナルビルリノベーション工事新国際線出国エリアオープン記念セレモニーを終了させていただきます。朝早くからお集まりをいただきまして誠にありがとうございました。皆様どうぞお忘れ物などございませんようお気をつけてお帰りください。本日は誠にありがとうございました。いかがでしたか。今回12月5日の新国際線出国エリアオープンということでセレモニーなどをお届けさせていただきました。まだまだまだ関西空港ここ見て分かりますよね。多分昔ここ国内線の到着口のところだったと思うんですよ。それがもう全部変わって今こういう風になっていって免税店もできましたし、今まであった免税店も一旦なくなってこっちに全部集約してるみたいなんですよね。なのでこの後どう変わったかっていうところをお届けしていきたいとは思うんですけれども、マジで変わってます。まだまだ関西空港の進化止まりませんので、最終的には2026年に全てフルリノベーション完了するような状況にはなるんですけれども、今の段階でもね変わったなっていう気がしますし、あとは新しくオープンしたお店もありますのでこの後紹介したいと思います。再び出国審査降りたところを戻ってきました。免税店の入り口なんですけれども、先ほどよりかは少し人の数は少なくなったのかなっていう気はするんですけども、それでもねひっきりなしにお客さんが降りて新しくできたウォークスルーの免税店のエリアに入っていきますので、本当にもう関西空港めちゃくちゃにぎわってるわ。香水、化粧品、両サイド結構お店大きいですね。あとはこうウォークスルー型なので歩きながら楽しめるっていうんですかね、今まで日本にはあまりない形だったので、海外ではねこういった免税店よくあるんですけれども、日本ではあまりなかったので、ね、もう本当に全てが新鮮なのよ。すごいお酒だな。数量限定43,400円、ボトルがすごいな。これ何のお酒、コニャックか、コニャックなんですけども免税店限定です。免税店でこんなすごいお酒置いてんのか、例えばもうなんか笑うことしかできない。67,4730円、842,390円、軽自動車中古で買えるよ普通に。いやすごいすごいすごい、 MacBook の一番すごいマシマシのやつもこれぐらいしますよね。なんか恐ろしいぐらい。お酒の僕飲まないので全然相場感わかんないですけども、36万、ほほ18万、一番安くて3万2千3万円、すげえな。100万110万、ほほすげえな。ドンペリがめちゃくちゃ安く見えますもん。6万5500円、ロゼのドンペリ5万5300円、
通常の32,400円、あとモエシャンがあったりだと か、 なんか聞いたことあるやつがねすごい安いお酒に見えちゃうんですよね。75,500円、すげえ、17,300円、864,000円、すげえな。もう本当にお酒わからないから、これもすごいな。ブランデーこれ49万5,000、120万円、すげえ。海外の富裕層の方々が買っていくんでしょうね。本当にもういろんなお酒、58万、ほうほうほう。なんか最初に紹介したこれ43,400円ですけども、なんだろうね、もう言葉にならないですわ。スコッチウイスキー100万超え、すげえな。そういえば最近日本のウイスキーも値段上がってるっていうニュースよく見るんですよね。200、車買えるやん、車、すげえ。もう本当にもういろんな種類のねお酒があるので、いやーもう驚きだわ。お酒好きな方どうでしょうか。僕はお酒全然わかんないので、今紹介した高いお酒はやっぱり人気のあるやつなんですかね、なかなか手に入らないとか。本当にすごいわ、お酒すごかったな。ここからはお菓子コーナー、東京バナナだとかで、ここの免税店ちょっとね販売方法が違うのよ。で定番のものあるじゃないですか、我が北海道のありがとうございます。何が違うかって、買えないじゃないですかこれ商品の模型はあっても。でどうやって買うかというと、これ日本にはなかなかない試み、後ほど紹介します。いろんなお菓子がショーケースの中にも入ってるんですよ。サンプルではあるんですよね、よく見るやつもあるじゃないですか。ただ箱を積んでないですよね。で先ほども言った通り、今までにない販売方法なんですよね。ほら東京バナナとか銀座のいちごケーキ、よく見るやつあるじゃないですか。あとはもうね、ジャガポック、ポテコタンないのか、残念だな。まあ、なのでこんな感じでもいろんな商品あるんだけども、どういう風に買うかというと、注文方法はなんとこのマシン全部で20台あるんですよね。でもちろん日本語も対応しておりますので、欲しい商品をもうタッチパネルで選ぶんですよね。なので自分で商品を持ってレジに並ぶのではなくて、この端末から商品選んでレシートが出てくるんですよ。でこのレシートを持ってカウンターで支払いして受け取るっていうような感じ、今までにない手法だよねこれ。羽田の第二ターミナルだったら服とかカバンとか時計とかそういったのはこういう端末の販売はあったんですけども、お菓子はね初めて見たわ。ドゥーブルフロマージュもこれスフレーズドゥーブル初めて見た。で3つセットとかで、ルターオリジナルのバッグついてますよだとか、本当にこれ、ね、いろんなお菓子がこの中から、あ生チョコオーレの10個セットとかもありますし、もちろん1個からも買うことができますので、で価格はもちろん免税価格にはなっております。いろんなメーカーのお菓子があるんだけども、ほとんどね北海道のお菓子なんだよね。ありがとうございます。もう道民としてはね嬉しい限り。ジャガポックルもありますし、ね、本当にいろんな種類、今までにないタイプだから楽しいですよねこれ。どうでしょうか、定番の白い恋人もいっぱいありますし。以上が商品ですね、まあ、例えばですけども適当な商品、まあ、これにするじゃないですか。これ入れた後にでカートを見るでその後会計みたいな、そういう感じになりますので、今回は何も買わないのでこれ辺にしておきますけれども、新しい注文方法、先ほどの端末で注文した後はレジで支払いになります。レジ結構混んでるんですけども、今日は人が多いのでしょうがないですね。なのでその後ここで呼び出されて商品確認して、その後飛行機に向かうっていう流れになるんですけれども、今までないシステムなので斬新だよね。ちなみに他にもお土産売ってる場所ございます。ここ免税店なので定番のお菓子なんですけども、大阪らしいお菓子とかも売っておりますし、あとは海外の免税店でもよくあるハリボーだとか、あとはチョコレート、そういったのはレジの前にありましたし、他のエリア、先端駅、ノース、サウス、そっちの方に行ったらいろんなお菓子売ってるよっていう意味ではないかなですね。北とこっち両方北ですね。北のこの場所、11番ゲートの近くと2番ゲートの近くにも売店がありますので、そこで買うこともできますよというのがここに表示されております。おそらく、まあ、北があるってことは南でも販売しているとは思うんですけどですね、南でもこのように販売して、南は28番ゲートの近くと31と37のちょうど間、ここで販売しておりますので、もし海外の方に手土産必要になったよって方はここで買ってもいいですし、両サイドの南北どちらの方にも売店はありますので、そこで買うこともできます。あとは免税店抜けるとこんなエリア広がっております。わあいいね、雰囲気が本当にいいわ。ここも昔あれですからね、この後ろが旧国内線のバゲージクレームに続くあの道、多分ここら辺に改札があったと思うんです。扉と懐かしいですね。
今日の便もかなり多いですし、本当に関西空港にぎわってるわ。次は南の方行ってみましょうか。南の方向かうんですけども、有名な高級ブランド品のお店もいっぱいありますし、反対側の、ね、北の方にもあります。飲食店も新しくオープンしたところ多いんですよね。ここはカフェかな、まあ、いろんなもの売ってます。コーヒーはもちろん、ソフトクリームも売っておりまして、ドリンクはもちろん軽食売ってますね。大阪元町カツサンド、あとはサンドイッチも売ってます。うわ、卵濃くないですか、色紅の卵2って書いてますわ。あとはクラブハウスサンドだとかスコーンだとかデニッシュも売ってます。そしてお隣お寿司屋さん、寿司バーって書いてるわ、おしゃれだね。ここも新規オープンです。いろんなお寿司ね、単品からも食べることができます。めちゃくちゃいい匂いする。寿司バーの隣、アウトドアなグッズ売ってますね。こういったカバンいっぱい売ってますし、あとはインナーも売ってるし、靴も売ってるし、今までなかったからね、こういうのが。あとはマグカップだとかボトルだとかカラビナだとか、もういろんなの売ってるわ。服ももちろん売ってますし、スーツケースも売ってますし、アウトドアな感じに特化したお店がありますね。カナディアンモーニングっていうお店みたいなんですけども、わすごいおしゃれなんですけど、こんな感じです。そんでその反対側がここからファイン、ドラッグストアがあって、日本の食堂って書いてるわ。でこっち側時計屋さん、日本の食堂ちょいと見てみましょうか。メインはうどんみたいですね。肉うどん、あ、美味しそう、全部うまそうなんだけども、唐揚げカレーうどんとか中華そばもあるのか。うどんがメインで、他にはお弁当お惣菜もちょこちょこ売ってるって感じですね。ここもものすごく並んでますわ、20人ぐらい並んでます。こちら館内図になりまして、これが保安検査出国審査からの動線です。ここが免税店エリアになります。で広場がありまして、今いるのはここです。こっち側とこっち側、北と南に分かれておりますので、今紹介したお店ここら辺ですね。次はこっち側の南ウィングの方行ってみましょう。お店の一覧もここから検索することができます。本当にお店の数も多くなったんですけど、まだまだ関西空港これだけじゃないですからね、進化が止まりません。まだ改装しますので、2025年2026年にさらなる改装を経て生まれ変わる関西空港、楽しみでしかない。続きましてスープ屋さん、いろんなスープ売ってる。牛骨スープ、コムタンかなですかね。あ、ですね、コムタンがあったりだとか、いやいいね、鶏スープシンプルで、うわ、大トロ1日限定20食、ウニもあるのか、これいいですね。特製ロース焼肉弁当、スープ屋さんです。そしてその隣、一品さんということで、あ、本当にハンドメイドの、それこそ字の通り一品物がありそうなお店です。この後南ウィング行きますので、シャトル乗りたいと思います。今までは例えば本館、これに保安検査あったじゃないですか。保安検査が両サイドあって、出国審査も両サイドあって、出てここら辺にもお店とかあったと思うんですよね。今もう全然違う。だから昔の関西空港の国際線もう思い出せるんですよ、もう直近でも使ってますので。なんだけどね、全然違う。国家席に関してこの部分はおそらく同じだと思うんですけども、この部分がね大きく変わりすぎてもうついていけない。とりあえずこの後はシャトル乗って仙台駅行って、ここから歩いていきましょうか。でまた本館抜けてシャトル乗って北ウィングの上まで行って、こういう風に戻ってくるルートを取りたいと思います。なおラウンジはこんな感じですね。プライオリティパスで使えるのは ANA ラウンジ、ただし午前11時までは使いません。お気をつけください。他にもこれのカードラウンジもプライオリティパス、クレジットカードで使うことはできるんですけども、食事ありませんのでお気をつけください。あとは桜ラウンジもありますし、他にもキックスエアサイドラウンジとか、ラウンジパシフィック、アスカラウンジ、ノースラウンジ、大韓国ラウンジ、これ使ったことない。アスカラウンジをちょこっと使ったことあるぐらいで、他のラウンジ使ったことないな。とりあえずこの後はシャトル乗って仙台駅向かいましょう。上に上がってきましたが、あ、ここに出るのね。今まで保安検査抜けて、ここがね出国審査だったんですよ。なのでブース残ってますよね。はいはいはい、ここに出るのか。なんでここのエリアにお店がいっぱいあったんですよ昔。ほら名残あるじゃないですか。むしろこれ昨日までこう普通に使ってましたからね。今日の夜中の便が終わって、昨日の最後どこだったかな、エミレーツだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、昨日12時半から1時ぐらいに最終便があって、翌朝の朝一の便から今までの動線が運用になりまして、ここ覚えてますよね皆さん。懐かしいな。あ、こっちか。こっちが保安検査で、保安検査抜けてこの光景が広がったと思うんですけども、しばらくもうここ使いません。でまた新しくここ改装工事入りますので、2025年2026年に向けて本当にもう大改造だよこれ。
ビフォーアフターもびっくりだよね。なのでここら辺はねよく見る光景だと思います。ただ僕はねどっちかというと北ウィングの方から出ることが多かったので南の方でねあんまり馴染みがないんですよね。なので本当にもう今まで営業した証が今でも垣間見えるんですけれども、この後シャトル乗りますが、シャトルの乗り場に関しては今までと全く同じになっております。なんだか寂しいですね、この知ってる光景がなくなっちゃうっていうのが。まあ、なのでおそらく北ウィングの方も同じような状況だとは思うんですけども、現在今までむしろ昨日まで使ったところがこのようにクローズになっております。仙台駅到着しました。もちろん中間駅に止まるシャトルもあります。乗ってからここまでは何も今までと変わりません。シャトル降りてすぐうどん屋さん、美味しそうだね。関西風のおうどんいいね。甘辛牛肉のおうどん、このおうどんっていうのはなんか関西っぽいですよね。いやどれも美味しそう。他にもねお弁当売ってんのよ、牛めし、めちゃくちゃうまそう。味しみしみじゃん。玉ねぎすごい色になってるわ。これはもうね味しみないとこんな色にならんよね。あとイベリコ豚重、これもうまそう。うなぎ弁当もあります。あとはこちらの方でもねお菓子など買うことができますので、待ち人数は中間のあそこの免税店に比べると半分以下。ただ種類としてはねそんな変わんないかな。こっちもこっちねメジャーなものを置いておりますので、ただ向こうのが種類は豊富だけども最低限のものはこっちも揃ってるっていう感じでしょうか。他にもお菓子以外お酒タバコ化粧品売ってる免税店もございます。ただし種類としてはやはり最初に紹介した出国審査降りてすぐのところの方が商品の種類は圧倒的に多いです。南ウィング側の案内図ありました。今紹介したのが12番、9番、11番、ここら辺でしょうか。9番がお菓子のところ、11番がおうどんだとか弁当ってところ、そしてもう一つが今紹介したお酒など売っている免税店です。この後は徐々に中間および北の方に戻って歩いて進みたいと思います。桜ラウンジの前に来ました。日本航空便はもちろん他のワンワールド以外の航空会社ですと中国東方航空、南方航空、シンガポール航空、スターラックス航空、上海航空、ハワイアン航空、マレーシア航空、ベトナム航空、フィンエア、アメリカン航空、アモイ航空、吉祥航空の指定ラウンジになっております。ちなみにシンガポール航空の指定ラウンジになっておりますけども、ABA ラウンジももちろん使うことができます。お寿司売ってるんですけど、お寿司美味しそうだな。いろんな種類のお寿司あるんだけども、やっぱりね、マグロだよね。続きましてカードラウンジ金剛です。ここはクレジットカードラウンジですので、食事などはございません。他にもプライオリティパスも今対応していると思いますので、プライオリティパスで入ることももちろんできます。中間駅近くにはプロントもございます。E プロントっていうのを読むのかな。少し通常のプロントと違いますね、これ。中間駅近くにも免税店ございます。タバコもそうですし、お菓子も売ってますし、化粧品も売ってますね。ただ、規模としてはやはり真ん中にあったところの免税店が圧倒的に広いですので、何か買うならあっちで買ってもいいですよ、こっちも買ってもいいけども、種類はメインの方がやはり多いです。シャトル中間駅の近く27番ゲートの斜め向かいにはファミリーマート、コンビニございます。戻ってきました。次は反対側お見せしたいと思います。どんな光景が広がってるんでしょうか。続きまして北ウィングの方に進んでみましょう。こっち側ももちろんハイブランドのお店ありますし、それ以外のお店も新しくオープンしたお店もたくさんございます。キックスビアーって書いてる、ビールだとかお酒楽しむことができるそうなんですよ。まだオープンしないっぽいですね。で隣ラーメン屋さんめちゃくちゃ広まってるな。めちゃくちゃいい匂いするんですけども、英語和牛醤油ラーメン、すげえ。ラーメンで英語和牛か。わ、和牛のお寿司霜降り、すげえ。白トリュフ香る鶏パイタンラーメン、辛味鶏パイタンラーメン、わー、いろんなもう美味しそうなのあるじゃん。これ卵、わ、絶対うまいじゃん卵まで、すげえ。それはね、これはインバウンドのお客さん来るわ。もうこれ魅力的だもん。日本のラーメンってやっぱりね美味しいんですよね。海外のラーメンってなんかね、なんか違うんだよなって感じするんですけども、これはねちょっとお値段張りますけども、海外の方も絶対満足できる味なんじゃないかな。もう今待ち人数10人ですよ、ラーメン屋さん。すごいな、このお店もかなり賑わっております。おしゃれよね、このカウンターの雰囲気も含めて。ラーメン屋さんの向かいプラモデラとか、あとはマリオか、マリオのグッズも売ってますし、クレヨンしんちゃんもありますし、もういろんなアニメだとかおもちゃプラモデル売ってて、このマリオの模型、あ、意外に安い、5910円。
そしてその隣にもお店がありまして、これはカフェかな、カフェプロントですね。プロントがあります。うわゴジラだ、懐かしいキングギドラ昔よく見てたな、何年前ですかね、もう覚え出せないわ。91年、さすがにね91年の、ね、記憶はまだないな。でも小学生の頃だったのは覚えてるですね。モスラとか懐かしいですわ。ラーメン屋さんでは関西旅日記、国内線のエリアにも旅日記あります。お土産いろいろ売っておりまして、関西のお土産主に売っております。ここら辺パンコーナーです。クロワッサンも売ってますね。スコーンも売ってるし、いろんなのあって美味しそう。関西旅日記はどっちかというとこの関西っぽいお菓子が売ってるんですよね。免税店であれば白い恋人とか東京バナナとか定番のものなんですけども、ここはもうね大阪であったり関西地方に特化した商品がありますので、国内線の方が規模としては広いんですけれども、ここでもやっぱりねこれ美味しそうだな。くぼみ、これの抹茶とかも あったあったあった。これねこれも美味しそう。空港限定なんですよね。これ去年の国内線のオープン時に担当のコンシェルジュの人が確かいたと思うんですよ。お土産コンシェルジュ的な人、その人がねこれおすすめですよって言ってました。フロントの隣おにぎりバーガー、おーすげえすごいぞこれ。サムライ神戸牛ステーキ5500円、ステーキドンと入ってるわ。それをねおにぎりにしちゃってるんですよね、まあ、ポータマおにぎりみたいな感じかな見た目は、まあ、ただ中身は全然違いますけども。あとは神戸牛関西風すき焼き3000円、プリプリ大エビ1000円、値段は張るんですけども、これは絶対うまいっしょ。これはすごいわ。他にも定番のベーシックだとかツナマヨだとかあったりするんですけども、やっぱりねこれのインパクト1日限定55個、すごいな。神戸牛のこれステーキ肉ですからね、1センチぐらいは厚さあると思うんだけども、その厚いお肉がドンと入っている神戸牛のおにぎり、本当の、あ本物じゃん。この品評会の盾とかもありますし、田島牛の証明書もありますね。これはすごいわ。おにぎり屋さんとなりは子供服のミキハウス入っておりました。続きましてまたシャトルに乗ってセンターの方に移動したいと思います。おそらくここも同じですね。こっちが旧到着口になるのかな。で上に上がるとシャトル乗り場があるんですけども、先ほどの南ウイングと同様に今まではこのエスカレーター上がったところが出国審査終えた場所になるんですよね。現在ここ使わないということだったので、まあ、これも含めて今後リニューアルしますので、本当になんて言うんだろう、サグラダファミリアみたいな感じじゃないですか。もう完成したと思いきやまだ終わってないみたいな、まあ、ちょっとね処理は違うのかもしれませんけれども、あでも先ほどの南ウイングに比べると囲いができてますね。で今まであそこが出国審査だったんですよ。で上が保安検査ですね。今も変わらないです。で動線が違うんですね。今まではそこから下ってきて、まあ、この奥に着いてたんですけど、今ここ完全に使っておりません。あそうそうそう、こっちはね自分は北ウイング使うことが多かったので、ここはねいつも見る光景。ただご覧いただいている通りお店はもうほとんど閉まっております。どうでしょうかこの光景。今までねここら辺のお店めちゃくちゃ混んでたんですよね。特にお菓子のお店はいつも長蛇の列だったんですよね。でここも閉店のお知らせ、スタバやってるんですけども、スタバも閉店、こっちのお店も閉店、あちょっと早めに店閉めてるところもあるんですね。ここのお店は11月28日で閉店したみたいなんですけども、こっちのスタバは多分昨日までですよね。もうこれ全然さっきまで営業しましたよ感がありますので、ここのスタバは多分昨日まではやったんじゃないかなっていう気がします。そしてここにある通り2023ウィンター、これが今ですね。で2025年の春になると保安検査台数もあと機械も全部入れ替えると思いますので、今まで以上にスムーズな保安検査ができるのではないでしょうか。ただラウンジも2025年だったかな。後ほど詳しいことをお話ししたいと思うんですけども、あと2段階分のリニューアルが待っておりますので楽しみでしかないですね。で先ほど言ったお菓子の店ここだったんですけども、いつも並んでたんだよな。今こういう状況です。この後はまたシャトルに乗って仙台駅移動します。北ウイングの先端の方に来ました。大韓航空のラウンジあります。昔ここタイ航空のラウンジでしたよね。今大韓航空のラウンジになってて、残念ながらプライオリティパスは使うことできません。そしてその隣は売店か、売店があってカフェ的なメニューもコーヒーとかもありますし、あとうどんだとか
おつまみなどが簡単なものここで売ってますし、反対側行くとお土産売っております。こっちも規模としてはそんなに大きくはないんですけども、最低限のものは揃ってるなっていう感じです。他にも化粧品、あとはお酒、タバコ売る免税店もこちらございます。レゴのお店あるわ。隣お菓子売ってるお店なんですけど、その隣レゴ、わすげえ、姫路城のレゴなんか初めて見たぞ。他にも富岳36家のレゴだとか盆栽のレゴとか日本らしいレゴ、懐かしいな。皆さんレゴやったことあります？小学生ぐらいまでかな、やってましたよレゴ、懐かしいな。あとは南ウィングと同様にファミリーマートも入っております。ファミリーマートの隣ラウンジアスカあるんですけども、ここクレジットカードやプライオリティパス対応しておりません。指定ラウンジになっておりますので1回しかここ使ったことないんですよね。食事もちゃんとあるラウンジです。あとは南ウィングと同様にお寿司売ってるお店もありまして、他にはクレジットカードやプライオリティパスで入れる6個のラウンジがあるんですけども、今はあれですね、営業時間が終わったって感じでしょうか。9時からやってるんですけど、この時間帯は今やっておりません。中間駅降りたところにもカードラウンジありますので、そっち使ってくださいということでした。ラウンジパシフィックは引き続き休業が続いております。中間駅の方にもお菓子、化粧品、お酒、タバコなど売るお店ございまして、なんだこれ、え、お稲荷さんか、はい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 、カツオ削り節もいろんなのあるな、野沢菜だとか梅だとか鮭のほぐし身だとか、アサリ、マグロ、ちりめん、山椒、昆布、鶏そぼろ、椎茸、あ、すごい、いろんなのあるんだ。しかもここで手作り、絶対美味しいじゃんこれ。中間駅で降りてすぐのところカードラウンジ6個あります。ここはプライオリティパスもクレジットカードも対応しているラウンジです。ドリンクのみのラウンジです。他にも中間駅降りてすぐのところにカフェあります。これは昔からあったと思われ、いかがでしたか。一通り国際線の制限エリア紹介させていただきました。見て分かりましたよね、動線がまるっきり違います。国内線の昨年のリニューアルの際も動線がまるっきり変わったんですけれども、国際線到着は同じなんですけど、出発の部分に関しては保安検査から先、ここの部分が大幅に変わりました。変わった点としては、まずは出国審査場、今までは北と南両サイドにあったんですけども1箇所にまとまりました。1箇所にまとまって新しくなったので綺麗です。清潔感すごかったです。そして出国審査終えた後、ウォークスルー型の免税店が両サイドに広がっております。これ今までありませんでしたので、今までは両サイドの出国審査過ぎて近くにお店があるよと、これは南も北もっていう状況だったんですけど、今はもう一箇所にドンとまとまっていろんなお店があって、あと新しくできたお店もありましたし、他にも先端の方に関しては今までと変わりません。変わったのはこの真ん中の部分だけっていうのかな、北と南真ん中あるとしたら、このここの部分が変わったって感じだったので、まだまだ関西空港リニューアル終わりませんのですごいですよね。あとはもういただいた資料ありますので、これ見ながらいろいろと説明していきたいなと思います。まずこれですね、あなたらしい空港体験をということで、これが新しいパンフレットになっております。今回変わったのはこのピンク色のこの部分になりまして、フェーズ4、これは2026年かな、ここにまた新しく開業予定ということでした。なのでもういろんな美味しさなのありましたよね。このバーガー5500円の神戸牛のステーキが入ったおにぎりがあったりだとか、あとは20人ぐらい並んでましたラーメン屋さん、ここ絶対美味しいと思うな、みんな並んだもん。あとお寿司屋さんもね、めっちゃいい匂いしましたし、スープも美味しそうだったし、この日本の食堂、うどんだとか、あとお惣菜もあったんですよね。あとはもういろんなお店あってね、楽しかったわ。ここのお店もそうですし、ちなみに今回のリニューアルに関してはこのフェーズ2の部分に当たりますので、このあと2025年1年半弱後には保安検査場と新しいラウンジがオープンします。現状保安検査やっぱりねめちゃくちゃ混むんですけれども、新しい保安検査になるとおそらくねパソコンも出さないでいい感じの場所だと思いますので、検査時間が大幅に短くなることが予想されます。今回の関西空港、本当にここ最近は保安検査、ファストレーンは別ですけども一般レーンも本当にもう大変なぐらい混むんですけども、これができることによって混雑具合も大幅に軽減されるのではないかなと思います。そして最後、2026年秋になると新国際線出発エリアということで、今いる場所がまさしくそうなんですけども、ここも大きく変わるんじゃないかなと思いますので、今後の関西空港のリニューアルもね楽しみでしかないですよね。でここに書いてある通り、新しくなった出国動線ということで、今説明したことがここに書かれております。今までの
出国審査場があったところはまた工事入りますので、どういうふうにリニューアルされるのか本当にもうね、今から楽しみで楽しみで、ま、待ちきれない、それぐらいすごいですよ。まあ、他にもね、いろいろと資料ありまして、今回のリノベーションのコンセプトとしてはこの3つですね。国際線キャパシティ拡大、エアサイドエリアの充実、旅客体験の向上ということで、もういろいろね、あとは耐震補強もあったりだとか、利用者目線ではもちろん、あとも建物自体の立場から立っても使いやすいようにリニューアルしましたよということがここに書いております。なので今回はこの部分で、来年以降、再来年はここがメス入るよということなのでね、どういう風な状態なのか、個人的には次回の回想はラウンジがどうなのか気になりますよね。フェーズ2についてということだったんですけども、もうこのね、保安検査短くなってほしいわ。ホームページ載ってると思いますので、皆さんもぜひホームページ見たりだとか、まあ、一番はね、関西空港から皆さん出国してください。出国したらね、僕が今回お伝えした凄さが分かると思いますし、あとは今後もさらにお店増えるというところがこの資料に書いておりますので、で皆さんもぜひ関西空港来てみてはいかがでしょうか。本当にもうね、いろんなお店あったりだとか、あとお菓子もね、今までは商品を実際持ってレジに行くっていう必要性があったんですけども、それがなくなりました。なので、まあ、それはそれでいい点もあれば悪い点もあるのかもしれませんけれども、今までの関西空港とは違う顔が見ることができます。あと注意していただきたい点、ピーチ、あとはチェジュ航空と春秋航空の一部は第二ターミナルから出発しますので、この点お気をつけください。逆に言えばそれ以外の航空会社であれば LCC も含めて第一ターミナル使っておりますので、皆さんもぜひ新しくなった関西空港来てみてはいかがでしょうか。それでは今回の動画以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際のリフェア、皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。 Twitter、インスタのフォローマースよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。